今日はこうやってお集まりいただいてありがとうございます。僕はさっきの、2本目の作品にもあったんですけど、正確にはどう言ってたかな、要するに自分の主張を認めてほしい、 あなたの意見には反対だけれども、あなたがその反対の意見を主張するその権利は私は認めるし、まあ、守りますとフランス語で確か言ってるシーンがあったと思うんだけど、もう僕単純にそうだと思うんですよね。自分が自分として認めてほしかったら、まず自分と違う人のことを認めなきゃ、絶対に自分だけ認めてほしいっておかしいでしょっていう、そのことだけです。あとは自分がされて嫌なことを人にしない、なんかこう人間が人間らしくある多様に、例えば自分の生き様だったり信じてる何かを否定されたら傷つくって、みんな同じなんだから、それをなんかお互い認め合って、へえそうなんだって言って興味を持って、なんかこう分かり合う社会っていうのが本当にできてほしいなと心から思います。今本当に表現のあり方とか、僕も実はこう見えて映倫の委員なんていうのもやっていて、改めてこの21世紀の中で倫理って何だろうとか、表現って何だろうかとか、表現されるものに18歳以下は見ちゃいけないとか見ていいとか、暴力描写って何だとか、本当になんか俳優でありながらもこんなに考えながら、一人のまあ親としても考えるし、それから周りにいる本当に素敵な方々、いろんな多種多様な考え方、それから主義、信条、宗教、そして、生き様、セクシュアリティ、全てがなんかこういっぱいあるから楽しいし素敵なんだってことをちゃんとこう認め合う社会に、ここ渋谷から、ここ渋谷区でしたっけ、渋谷区ですね、はい、渋谷区から変わっていくといいなと思いますし、僕はこの俳優という仕事もそうですけど、ショートフィルムの映画祭からも発信できたらいいなと思っております。ありがとうございました。こんなんでいいですか。はいどうぞ。はい、そうですね、最後に一言ずついただいてもよろしいですか。そうですね、先ほどオランダの話、アムステルダムの話しましたけどね、アムステルダムで80歳のおばあちゃんでセックスショップを、大人のおもちゃ屋をやってるおばあちゃんにインタビューしたことあるんですね。でなんでね、このアムステルダムでゲイやレズビアンの権利とかね、あるいは人工授精の仕方とか、その国がこう なんでそうやって、偏見なくやってるんでしょうかみたいな質問をした時にね、オランダっていう国は昔からいろんなところの戦争の舞台になってたと、で常に戦場にされてて、土地も荒れて、で移民もいっぱい入ってきて、宗教戦争だとかね、なんかそういうのの舞台になってた。だからそういう歴史的背景があるから、あなたと私は違う人間だっていうことで争うっていうことが、こうバカみたいっていうか、傷つくこと、バカみたいなことだっていうことをもう歴史的に学んでるから、あなたと私は違う人間よねって、それを認めた上で、じゃあどうこのミドルグラウンド、合意点というか中間地点、どうお互いが納得できるこのミドルグラウンドを探すかっていうことをやってきた国民なんだっていうことを、そのおばあちゃんが言ってました。だからとてもその性に関してもね、おおらかで、いろんなことがこう自由にやられてるような風潮が、だからそれはあ、なるほどなって思いました。やっぱり世界っていうのはね、人間っていうのも多様で、世界も多様で、多様でなければ人間は滅びるんですから、やっぱりね、そら細かいことで、あの人こんなこと言ってね、なんかっていうことも日常生活あると思うけど、でもやっぱりその多様さを、先ほどの紹介いただいた小説や、こういういろんな映画を見てね、世界っていうのは多様で、いろんな人がいるんだっていうことの中で、どういう自分の生き方を見つけていくかって、やっぱり一人一人がそれでハッピーになっていけば、そのハッピーは伝染すると思いますのでね、はい、どうぞ。ありがとうございました。そんな中途半端なことで、はい。
今日は皆さんと充実した時間を持てて本当に感謝しております。最後にお話ししたいのは、ぜひ皆さん本を読んでください。そして映画館を、ぜひ映画を映画館に足を運んでご覧いただけたらなと思います。本当に人生に悩んだりした時に、一冊の本だったり一つの作品、映画作品だったりがもう一生の心の支えになるような出会いがきっとあると思います。ぜひ今日をきっかけにして、もっともっと親しんでいただけたらなと思います。今日はどうもありがとうございました。一番最後の質問。いやでも今ずっと多様というキーワードが出てますけども、多様性なんです。もう間違いなくその方向に進んできます。でこれは避けられないことだし、避ける必要のないことだと僕は思ってます。まあだって単純にこれだけ情報が、いろんな情報が手に入るようになってきた時、また隣の国も近くなってきたりとかですね、していくんです。だそうなってきた時にやっぱりその他人を、自分と違う人をどう理解して、さっきおっしゃってた折り合いをつけていくかってこともそうだし、そうやって流れはどんどん行きます。で、僕はこの渋谷区っていう立場から、区長っていう立場から言えば、やっぱり渋谷はずっとそういう分野での先頭を走ってないと渋谷が渋谷らしくなくなっちゃうと思うんです。で僕はこの町でずっと生まれ育って、そういったこの町から発信するカルチャーにも生まれて育ってきたんです。だからこの町に住んでるっていうと、いいないいなって言われて大人になりました。で僕はこれを同じように自分の子供にも、この町で暮らしてるってことをいいないいなってこうみんなに言われて大人になってほしいし、それをこうずっと続けていくってことが今の仕事だと思ってます。なんで渋谷はなんかその人から見ると先走りすぎじゃないかっていう人もいるかもしれないけど、それはちゃんとブレーキとアクセルを僕なりにはちゃんと踏むつもりですし、そうやって進んでいくつもりです。だから温かく渋谷を見守っていただければと思うし、ぜひ渋谷区に住んでくれる人がですね、もっと増えたら嬉しいなっていうふうに思ってます。今日はどうもありがとうございました。では改めて出演者の皆様に拍手で拍手をお願いします。ありがとうございました。こちらからご退場ください。